日光日光は東日本旅客鉄道 JR 東日本及び東武鉄道が新宿駅東武日光駅間を山手線東北本線宇都宮線東武日光線経由で運行している特急列車である本校では同じく JR 東日本と東武鉄道が新宿駅絹川温泉駅間を山手線東北本線 宇都宮線、東武日光線、東武鬼怒川線経由で運行する特急、鬼怒川について記載するとともに、東北本線及び日光線経由で、東京方面と日光線方面を結んでいた、日本国有鉄道、国鉄 JR 東日本の準急列車や、急行列車、日光などの優等列車の遠隔についても記述する。日光及び鬼川は、 JR 東日本及び東武鉄道が2006年平成18年3月18日から運行を開始し新宿駅から山手線、宇都宮線、東武日光線、東武木野川線経由で栃木県西部地域日光霊平市街道沿線を従管し東武日光駅または木野川温泉駅を結ぶ特急列車で東京方面と栃木県西部地域間の 中距離輸送を担っている。日本有数の国際観光都市である、栃木県日光市を訪れる観光客を対象とする。一方、早朝に日光方面を出発する列車、及び夕方日光方面に戻る列車も設定されており、栃木県内沿線住民の東京方面への足としても機能している。運行開始以来、JR 東日本大宮支社。 小山車両センター所属の485系、普通車のみの6両編成、G55G58 編成と、東武鉄道南栗橋車両管区春日部支所所属の100系電車、スペーシア、4人個室車1両を含む6両編成により、運行されてきたが、2011年、平成23年6月4日に、JR 東日本大宮支社、 大宮総合車両センター所属の253系、電車線番台、普通車のみ6両編成、OMN01 及び OMN02 編成が投入され485系の定期運用を受け継いだ。従前は JR 東日本の485系が G55G58 編成1本のみであったため、G55G58 編成が定期検査で、 運用離脱する際の定期列車臨時列車は、東武鉄道の100系電車、スペーシア及び JR 東日本の189系電車、あやの普通車のみの6両編成、OM201 編成が充当されてきたが、JR 東日本も253系線番台に置き換え後は同一編成が2編成となったことから、これらの運用にも、 定期列車と全く同じ編成を充当することが可能となった。運行開始後、卓客機には横浜駅、品川駅などを発着する臨時列車も設定されているが、この東海道本線沿線と日光方面間では、かつて1960年代に国鉄が湘南日光、伊東線伊東駅日光線日光駅間や特別日光、 東海道本線横浜駅日光線日光駅を、いずれも品川駅、東京駅、上野駅、宇都宮駅経由、現在の上野東京ライン経由で運行したことがあり、1964年、東京オリンピックの需要により、人気を博した実績がある。JR 以降も平塚駅や藤沢駅を、始発、終着都市、新宿駅、現在の湘南新宿ライン経由、または、 武蔵野線、宇都宮線、宇都宮駅、日光線経由で日光駅まで結ぶ臨時列車が運行されてきたほか、東海道本線や横須賀線、南部線の神奈川県内各駅と日光駅を結ぶ修学旅行列車がシーズン毎日運転されている。日光、日光の名称については、かつて以下の列車がこの名称を冠して運転されていた。運行経路は異なるが、 共に、東京方面と日光方面を結ぶ列車である点では共通している。日光、絹川共に目的地の地理名に由来している。なお、両列車共に東武鉄道が保有する100系電車、スペーシアで運行される列車については列車名にスペーシアが冠されている。2006年3月18日の運行開始以来、 定期列車の運転本数は以下の通りとなっている。これらの定期列車のほ他、多客機には、大船駅、八王子駅、千葉駅、品川駅、新宿駅東部日光駅間、新宿駅絹川温泉駅間に、臨時の日光、スペーシア日光号や、絹川、スペア絹川号、八王子日光号が運行されている。 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所などの各種発電所停止による電力事情悪化の影響により日光、絹川、スペーシア絹川の全定期列車が同年4月28日まで運休したほか臨時列車も同年7月15日運行分までが 全列車運休となった。定期列車は4月29日より運行再開され、臨時列車については、同年7月16日より253系1000番台で運行される日光23.24号、新宿駅東部日光駅間、7月の海の飛散、連休と8月以降の土曜休日に運行をもって運行が再開された。JR 東日本の車両は、 大宮総合車両センターに所属する253系サッカーワールドカップ時の増備車200番台6両編成2本12両の走行機器や内装を改造した253系1000番台 OMN01 編成及び OMN02 編成各6両編成が使用されている 東部の車両は2006年の運転開始以来、南栗橋車両管区かすかべ市所に所属する100系、スペーシアが使用されている。当初 JR 東日本は定期運用編成として485系を1本のみ配置していたため、485系の車両検査時などは JR 東日本189系、綾野よりむしろ東部100系、 スペーシアで運行されることが多かった。計画検査に伴う大装備は時刻表に明記され、スペーシアで運行される列車には列車名にスペーシアが冠された。後継者である253系1000番台、6両輪に編成が配置されている。スペーシアの新宿より先頭車、6号車は4人、個室座席のみとなっており、この車両はグリーン車扱いとなっている。 JR 編成は全車普通車でグリーン車の連結はない。全席座席指定席である特急券は通年同額で JR 線内での通常機、繁忙機、換算機による料金変動や東武線の各種特急割引料金は設定されていない。東武100系、スペーシアの個室、グリーン4人用個室扱いを利用する場合は JR 線及び東部尖閣線内ごとに定められるグリーン個室料金、それぞれ3090円、両者にまたがって利用する場合は6180円のほか、実際に個室を利用する人数分の特急料金、JR 線の駅を発着駅とする場合、乗車区間の特急料金から大人520円、小260円を引いた金額が必要となる。 JR 東部直通特急の特急券、グリーン券は JR 東日本の主な駅の緑の窓口、または東部鉄道の主な駅のほか、JTB や東部トップツアーズなどの主な旅行会社、日本旅行、近畿日本ツーリスト、名鉄観光、京王観光、西鉄旅行、農協観光などで発売されている。なお、 東武鉄道の自動券売機では購入できない。JR 東日本の駅ネットでも個室を除き JR 東武直通特急の予約、購入が可能である。駅ネットで予約購入した際の特急券受取箇所は JR 東日本の駅の指定席券売機、緑の窓口、ビュー、プラザとなっており、東武線内各駅はこれに含まれていない。東武鉄道は 特急券の電話予約及びインターネット予約を行っているが、いずれも JR 東部直通特急については取り扱っていない。同じく携帯電話のチケットレスサービスにおいても JR 東部直通特急は不可となっている。JR 東部直通特急が発着する JR 線及び東部線は全て首都圏における交通系。 IC カード乗車券のスイカパスも、及び相互利用が可能な IC カード乗車券の利用可能駅であるが、当列車は IC カード乗車券での乗車が認められておらず、乗車区間の乗車券を購入する必要がある。東部線内、JR 線内ともに定期券による乗車は認められていない。多客機には八十九系、綾野野東部百系スペーシアを用いて、横浜駅、 新宿駅東部日光駅、絹川温泉駅間で、臨時特急、スペーシア日光、スペーシア絹川が運行されてきた。2009年夏には、特急、八王子日光が、中央本線八王子駅東部日光駅間で、初めて運転され、以後、多客機週末を中心に、同列車が設定されている。2017年春以降は、武蔵野線経由に変更となった。 2011年秋には、千葉駅、品川駅、大船駅を発着とする臨時列車が運転された。253系は、千葉駅、品川駅、大船駅まで乗り入れ、東武100系は、品川駅まで乗り入れた。東京方面と日光方面を結ぶ直通列車については、国鉄が戦前から昭和40年代まで、東北本線。 宇都宮線と日光線を経由する優等列車を複数設定していたが、東北新幹線の開業に伴い廃止された。その後の国鉄あるいは JR 東日本の列車で、東京方面と日光方面を移動する場合は、臨時の直通列車が利用できる場合を除き、東北新幹線、あるいは東北本線から日光線へを乗り継ぐ必要があった。一方、東武日光線は、 開業時から東京と日光方面を結ぶ列車を運行しており、国鉄の直通列車が廃止された後は、東武鉄道の東武浅草駅と東武日光駅、絹川温泉駅、絹川公園駅を発着する特急だは、快速列車のみとなった。東武では、JR 東日本との相互乗り入れを実施する以前、東上線の利用客を日光方面へ誘致する目的で、 池袋駅東部日光駅間を同線と秩父鉄道線、伊勢崎線、日光線経由で直通する団体列車を1967年9月に6000系で運行したことがある。また、大宮市、現在の埼玉市大宮区の要望を受けて1990年8月28日と29日に1720系 DRC を要して大宮駅東部日光駅間に 市政施行50周年記念大宮市民号という団体列車を運行した。1970年代以降は高速道路網の整備が進み、首都高速道路川口線と直結して、首都圏の各地と高速道路で直接結ばれるようになると。こうした中、またバブル崩壊後に団体客が中心であった絹川温泉の 観光産業自体が以前に比べて衰退しているとされた。実際に国土交通省の報告書では宿泊客の減少やそれに伴う衰退が指摘されている。東北新幹線の開業に伴い急行、日光が廃止されて以降、日光線には定期誘等列車が設定されていないが、国鉄時代には準急列車、急行列車などが東部特急、 急行などと同様に設定されており、昭和30年代、40年代には特急並みの設備を持った列車も設定され、湘南、東京方面に新宿方面から日光方面の旅客利便性に貢献していた。国有鉄道の日光線は、1890年、明治23年8月に半官半民ではあるが、日本初の私鉄である日本鉄道によって開通した。 その後、1906年、明治39年3月交付の鉄道国有法に基づき同年11月日本鉄道の国有化によって国有鉄道の一路線となった。対象までは日本各地から日光へ行く最速でほとんど唯一の交通路であったことから独占的な活況を収めていたが、1929年、昭和4年10月に東部日光線が 全線電化で開通すると大きな脅威となった。そのため、当時の国有鉄道の経営母体だった鉄道省、通称、昭線は東部に対抗すべく、1930年、昭和5年から、準急という料金不要だが急行と同じ速度かまたはそれより早い列車を東北本線、日光線の上野駅日光駅間に設定した。 同年10月の時刻表によると、上野駅日光駅間直通の普通列車が3時間40分を要していたのに対し、準急は同区間を2時間30分で結んでおり、当時の東部の電車特急が浅草雷門、後の浅草駅東部日光駅間、約 135km を2時間24分で結んでおり、商船の非電化客車列車が、 宇都宮駅での折り返しが必要な上野駅、日光駅間約 145km をほぼ同等の所要時間で結んでいたのは前線していたと言える。太平洋戦争の戦況も悪化した1943年2月には、準急列車が全廃され、上野駅日光駅間の直通列車も消滅していた。戦後は石炭などの動力、 そして線路や車両といった整備の状況は戦時中以上に悪化し1947年には商船から一時休行列車が消滅するといった日本の鉄道史上最悪の事態を迎えた1949年に国有鉄道は公共法人である日本国有鉄道国鉄に移管されるがこの辺りからようやく観光旅行などを楽しむ余裕が国民や 鉄道の方にも出てきたのか、各地で観光列車といえるような列車が設定されるようになり、日光行列車への復活の期待も次第に高まった。5 4音順、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。